再来。確かに何かケージが近づいている。確かに再来の時が近づいている。再来。この言葉を口にするや否や、世界の霊からの巨大なイメージが私の視界を乱す。砂漠のどこかで獅子の胴体を持ち人間の顔を持つ怪物が、太陽のようにうつろで非常な眼差しで凝視し、ゆっくりと足を動かし、その周りには行かれる砂漠の鳥たちの影が旋回する。そして再び闇。だが今の私には分かっている。石のように眠っていた2000年の歳月がゆらゆらと揺れるゆりかごによって悪夢をもたらされたことを。